調はだいぶ良くなったんですけど、まだ咳が出ちゃうんですよね。そう、顔面ココン美味しい。ゆるこいありがとう、めっちゃ楽しかった、ありがとう、こちらこそありがとうね。今日もありがとう、楽しかったね、ありがとう。あやみん可愛すぎて毎公演でびっくりします、顔。え、嬉しい。本当ですか。今日はお昼はストレートヘア、本当におろしのストレートヘアにして、夜はカチモリっていうこのなんかピヨピヨってピヨって出るこの髪型をしました。今日今はホワイトモカ持ってます。なんかさ、ほうじ茶クラシックティーラテっていうスタバの新作復活したメニューが、なんか大人気メニューがあるんですけど、それが6月の12日からだったんですよ。私まだ1回しか飲んでないのにさ、で今日めっちゃ楽しみにしてたんですね。今日公演が早かったから、開演がね、だからわ、終わってからスタバ行けるやんって思って、もう超楽しみにスタバに向かったんですけど、ソールドアウトだったの、まさかの。そんなことあると思って、って言っちゃった。って、そうで、そう、バナナフラペチーノと迷ったんだけど、そう、ホワイトモカにした。そうなんですよ、そうそうね、ソールドアウトとかあるんだって感じだよね。めちゃ人気だね。私さ、今年の夏はもうほうじ茶クラシックティーラテで水分補給するんだってね、思ってるのね。だからさ、そう、マジかと思ってね。え、本当に大人気なんだね。そう、大好きなんです。何食べたい今ね、あのお弁当を書き込みました。そうなんですよ、本当にね。セーフ。そうなんですよ、あの体調ね、本当にこの前公演を休みしてしまって、本当に申し訳ありませんでした。あのね、出れないことはなかったんですよ、体は元気だったので。でもとってもじゃないけど歌える声じゃなくて、あのね、ウィバース撮ってくれてる方は分かると思うんですけど、本当にカッスカスの声で、まあ歌わずに出るっていうあれもあったんですけど、なんかダルさんがこの前それで出て悪化しちゃったらしくて、マネージャーさん的にはそう、この前それで悪化しちゃったから今回はできることなら休んでほしいって言われて、まあ確かにメンバーに移してもなと思って、メンバーもさね、みんなギリギリの状態、体調がさで出てる人も多いけど、それでまたね、私がそれで出て悪化させてもなと思って、お休みさせていただきました。今日出れてよかった、本当に。ワンチャン出れないんじゃないかって思って、途中までね思ってたんだけどね、無事に。そうなんですよ、ただね、咳がね、そう、今日も公演中咳してて大丈夫かなってなってた。そう、本当にごめんなさいね。あー、もう静かにしてよーわー。そうなんです、はい、声はね、そう、だいぶ出るようになりました。ほんとに咳がね、ごめんなさい、咳が残っちゃってて。そうなんですよ、でもみんなね、あの
喉らしいよ。あ、でもまゆこちゃんは熱も出たって言ってたかな。そうなんですよ。だから今日は本当になるべく自分の歌割りだけっていう感じでした。まあ歌ってるとか歌ってたけど、全然オールのパートも。そう、熱出たって言ってた。あ、やっぱそうだよね。まのかちゃんの方が今日はね、鼻声だったね。声ひどそうだった。今日は闇目当てだったから休演ならキャンセルしたと。本当会えて嬉しかったね。ごめんなさい、セキレちゃん、どうしよう。でも配信したかったの。するなって感じだよね。するなって感じだけど、したかったんですよ。そう、この前の公演ごめんねっていうのも言いたかったし。でもそう、声はね、だいぶそうね。咳もらいます。やばい、やめてダメダメです。そう、マネージャーさんと電話して、その日に、あーもうそれはやばいねってな、この前の倉野さんよりひどいねみたいな言われて、ひどい、そう、ひどそうだよって言われて、ね、そう出なかったです。この前はすいませんでした。でも元気です。なのでもう大丈夫、ありがとう。一旦おしまいで、このお話は。病院行ったよ。昼公演の見送り前、死ぬほど受けてるの見て受けてましたまなかちゃんと大爆笑してた。なんかそう、笑ってた。まあもうね、そう、無理なんです、もう映らないのは。だから体調管理ができてないとかそういう話じゃないので、絶対にそんなことはメンバーには言わないでください。そう、体調管理もお仕事のうちだと思うけど、もうね、そうなんですよいつも下田さんと魅力なぜか隣なのでドキドキしてます。確かにこの前もそうだった気がする。エミが一番可愛い、本当に、ありがとう。そう、前回のショールームでね言ってたね。え、ツイッターで流れてきて可愛いってなって、初めてショールーム来ました。嬉しい、リコちゃん、リコちゃん、ありがとね。そう、一回さ、すごいさ、もうメンバーが体調不良ってか、普通にもうやばい日があったんですよ。一回半分くらい体調不良みたいな、体調不良っていうか、そう、みんな喉の調子が悪くてみたいな時があったんですけど、その日に私とレミタンがめっちゃ元気で、うちらこんなに公演出ててこんな元気なのすごいねみたいな。なんか私も結構いつもね、割と風邪うつりやすいんですけど、なんか全然うつんないなって、なんかすごいって思って、二人で元気だね、なんか元気元気みたいなやってたら、その数日後に二人してなるっていうそう、そうなんですよ。やっぱダメでしたね。そう、次の公演ではカスカスみたいなね。え、最近あやみのメール取り始めました。まる、ありがとう、嬉しい。ロック画面あやみちゃんにしましたね。もう早くない、私になるの、いいのありがとね。そう、綺麗にブーメラン変えてきた、ヒューってそうなんですよ、なんか今回のはね長いらしいですね。長引くのが嫌ですね。今日のあやみんは漏れてるね。今日のあやみんはありがとう、楽しかったな今日の昼夜公演。
まず16期が一番後輩だったんですけど、そう楽しかった。みんなにも会えたし、そう楽しかったです。しれっとアイミンメール取り始めてます。嬉しすぎる、本当に楽しくてひっくり返ったもね、楽しかった。私マジでさ下手ばっか行くよね。なんでこんなに下手ってくらいさ下手しか行かんのだけど。みんちゃんの配信のファンです、ありがとうね、嬉しい。最近色気出てきたね、初めて言われた。私に色気なんてありますか。だってよみんな、どう結婚考えませんか、ごめんなさいごめんね、私まだアイドルなのですいませんね。予定あって行けなかった、朝なんだ。夜恋の髪型、そう、勝ち盛りさんしました。エミのめめキュルンキュルンだよね。こんばんは、こんばんは。ああもうマロタンわざとやってるでしょ、あんたはさっきからメメだよ、わざとおもちゃ落としてさ。早見が咳したし、咳した目の前で深呼吸したよね大丈夫ぞ元気ですか、みんなは。逆に喉は今は痛くないです。でも痛かった、ずっと。てか一番辛かったのは5時くらいまで本当寝れない時があって、咳が止まらなくてね咳が止まらなくて5時くらいまで朝のね寝れない時があって、咳しては飲み物飲んで起き上がって、でまた寝ようと思っても寝れなくてそうでいうっていう時が、っていう時がね一番辛かったね。あ、仰向けになると咳出やすい。そうなんだ。そうだからもう咳が出すぎて、ね横になると咳が出ちゃうんですよ。やっぱりとか、そうなんでかわかんないんだけど、やっぱそうなんだ。そうだからもう途中からなんかベッドの特に枕を立てて、それにこうやって寄っかかってた。で途中でそのまま疲れ果てて、って疲れて寝たみたいな。最後の辺は疲れて寝ちゃったみたいな。誰だろう。鷹の守護神、ありがとう。公演楽しかった。だって私も楽しかった。ありがとうね、来てくれて。
嬉しい。タワーありがとう。あ、配信やめた方がいいかな。大丈夫、ありがとね。そう、咳ね、止まると出ないんだけど、ん？止まると出ない。そう、止ま、一回止まると大丈夫なんですけど、一回出始めるとずっと出ちゃうっていう。そう。ありがくまたは。18期の霞と喋ったことないです。喋ったことないですじゃない、間違えた。喋ったことなくないです。喋ったことあります。かすみん、お誕生日おめでとう。かすみんとゆいりさんだね。今日はマジで仕上がってるね、漏れててかわいい。なんでみんな今日、なんでいつもと一緒なんだけど、どうして今日はって、なんでみんな今日はってさ、そうやっていいんだけどさ、いいんだけど、なんでこの黒だからじゃない、この服もソファーも全部黒だから、顔が白く、なんていうの、そう見えてるんじゃない。カラコンしてます。なんだろうね、このライト。でも でもいっぱい Q10 とかで新しいメイク道具を頼みました。昔と比べてめっちゃ美人になった。嬉しい。確かに確かに昔ね、まだ子供でした。イケビあー、AKB 入った頃とかはまだメイクとかもできてなかったので、できなかった、そう、知らんかったんですよメイクとか。だからね、メイクできるようになって、あとは私たちの時代はカラコンとか入れられなかったんですよ。カラコン入れられなかったし、メイクなんかラメとかあんま濃いのできなかったし、研究生の時はね。そう、そう考えるとね、可愛くなった？メイクはどうやって覚え、なんだろう、なんか人の見て真似したりとか、この人のメイク可愛いなって思ってやってみたりとか、調べたりとか、あとは自分に この日の自分漏れてなって思った日のメイクをこうやって研究してみたりとか。そう、カラコンダメだったんです研究生の時。あ、この前劇場公演で会えて嬉しかった。イラストのツインテール偶然同じだったのびっくりした。あ、嬉しい、ありがとね。ツインテールした日、ありがとう。7月なくし行くね、待ってる。メイクが気になるメンバー、
でもみんなメイク上手、上手で可愛い。みんなでもやっぱみんな可愛いね。みんな可愛い。髪色は変えてないけど明るくなりましたよね。色落ちした。次のシングルでなんか衣装とか見てみて合わせ髪色を考えようかなって思ってる。クラゲヘアはねやったことあるよ。鼻筋はハイライト入れてない。ここでしょ、ここだけねポンって。あ、でもこの今光ってるのこれはハイライトじゃない気がする。普通にライトかな、普通にライトかも。これはこれは普通にライトだけど、ここにちょんちょんって入れてる。いやでもこの前悔しかったな、休んじゃったの。7日間で8公演、7日間8公演の、 あの間に1日休みはあったけど、7日間8公演の最終日だったんですよ、その私が休んじゃった日。だからやりきりたかったんです。だってさ、なんでさ こんなにさ頑張ったじゃないけど、こんなに毎日出たのにさ、気持ちよく終わりたかったんですよ最後はね。そう、やりきったって8コーンやりきったぞって会いたかったんですけど、そう、明日はねアップティーフェスもありますし、解禁ショー、そうね、だからもう一回リベンジしたいな、7日間連続絶対やるなって感じだよね。ね、楽しかった。やっぱ公演って楽しいわ。私、あ、今日の公演はねめっちゃ、まあ、自分のファンの方を見ることも意識っていうか、まあ、それは当たり前にいつも見てるんだけどね、自分のペンライトの人は、うん、ペンライトにしてくれてる人は。でも今日はめっちゃ客席一人一人とこうやって見てて目合わせることを意識しました。誰か一人でも好きになってくれたら嬉しいなと思います。めっちゃ見た、見ていっぱい。この前公園入った時初めて気づかない、ごめんよ。そうね、あの遠い時とか結構ペンライト持っていただけたら絶対どこにいても気づくんですけど、ペンライトなくて立ち見の後ろとかだとやっぱなるべくね、そう、あの見つけたいんですけどね、暗かったりして見えなかったりするんですよね。そうなんです、純米線いつも好きになっちゃいそうで困ってます。どうして困っちゃうの。困っちゃなく、困る必要ある、いいやん好きになれば。ダメか、立ち見から見てても前方の人たちがあやみちゃんに釣り上げられていくのを見て楽しんでます。おもろい。ペンライト、うん、まずペンライトから見る。これメンバーみんなそうだと思うけど、そのためのペンライトカラーでもあったりするから、まずペンライト見て、ペンライト持ってなくても気づいたりとか、持ってなくても応援しに来てくれたりとか、そう、そういうのはね嬉しいですけど、なんか前が変になった。そう、持ってなきゃいけないってわけじゃないですけど、絶対に見つけてほしいみたいな
方が持ってた方がまあ無難ですよね。ボードとかも見る見る見る、うちわとかも見るよ。最近ね、なんか新しい握手とかで会ったことないような人とかがペンライトをしてくれてたり、うちわ持ってくれてたりして嬉しいって思う、めっちゃ。え、今日ね長友あゆみ新規ですみたいな人いたの、ここにぶら下げてて長友あゆみ新規ですって、嬉しかった今日も初めて見る人結構いました。見つかりたくない時、え、見つかりたくない時は、え、知らん分からん。え、まあペンライト持たずにスッといたらいいんじゃないですか。いや、私もこの前の女性限定公演で新規あゆみ推しになった、嬉しい、ありがとう。隣でレスもらった時、え、かわいいって口を押さえて喜んでる人いました嬉しいけど、隣の人にもレス送ってたの気づいたかな。エミからレスされると警察に連れちゃう。そう、でも今日はいっぱいいっぱい、特に夜公演なんかはいっぱい見ることを意識しました。どちらかというと DD なのですが、今日もエミのペンライトによく書いてました、嬉しい、ありがとう。今日メイクさんにここ切ってもらったんだ、チョキチョキチョキ前髪。公演きっかけで好きになった、嬉しい。今日の夜はレスが少なかったです、送ったよ。でも上手の立ち見広報とか、上手やっぱ下手が多いかね、上手に行くことがまずあんまないからね。でもなるべく送るようにしてます。あやみんはあなたっていうレスを送ってるから、自分の時も自分じゃない時も分かるから、なんだろう、なんとかできない、なんだ確かにそう、うん。お見送り優しくてびっくりした、可愛かった、え、私嬉しい。勘違いね、うちはまたたまにはリニューアルした方がいい、ううん、誰でも嬉しい、誰でもじゃない、何でも嬉しいです。新しいのも嬉しいし、そのままでも嬉しい。お見送り他の子のうちはでも話してくれて嬉しい、あ、もちろんもちろんなんて、そういえば大阪の半身の写真友達に見せたら一番可愛いって言ってたよ、本当？え、半身のさ声半身のさ写真ってなんであんな漏れないんですか、本当にびっくりするぐらいさ、これは別に私に限らずみんな言ってるんですけど、半身の写真ってとことん漏れないんですよ。なんかライティングの問題なのかな。一回なんかの前々回ぐらいの前役の時に、誰だっけな、ミオンさん、エリーちゃん、ナルさん、ユイユイさんのレーンがなんかステージ上みたいな、そこのレーンだけステージ上だったんですよ。それはめっちゃ漏れたらしいです、そこの暗い、え、なんだろう、顔に影が入ってる、え、なんだろうね、なんでかな。でもみんななんか綺麗にさ、何、明るさ加工とかしてくれてて、そうねありがたいんですけど、もうしょうがないのかもしれない。そう、結構ね、暗かったってね言う人とかいるんですけど、そう、なんか撮り直しとかできないんですよね、多分そういう暗いとかは。メンバーが半目だったとか
だったらできるかもしれないけど、照明か。そうなんですよね。まあしょうがないけどね。でもまあ一緒に撮れることが嬉しいですからね。仙台もそうだった。やっぱねちょ暗いよね。でもさ次のさ全国ファンミとかの何もまだ出てないよね情報。え、私もね知らないんだよね。え、どうなんだろうね。韓国とかまだあるのかな海外ね。みーん、確かに曲名も出てないもんね。なんでしょう。あ、ね、でも歌番組発表されてましたよね。匂わせはしません。制服かどうかわかりませんよ。制服かもしれないし、じゃないかもしれない。あれは制服だったけどね。あ、そうだ、握手会もたくさん申し込みありがとうございました。確かに全国握手会ね、思った、全握したいよね。そうだよ、手袋なしですよ皆さん。私と声でこの手でやだ、なんか声で握手するんですよ。全役で2秒で剥がされの恋し、全役目回る。初めてオンラインで歩みのケントと、え、やったー、嬉しい。そう、みんなたくさん申し込みありがとね。あれですよみんな、あのダメですからね、あれ押し増しでいけばいいやみたいな思ってるそこのあなた、ごめん指さした、あなた、あなたですよ。押し増しでいけばいいかなんて思ってませんか。私の握手会の押し増しは意外とすぐ終了って締め切りってなっちゃうんですからね。本当に全く義空じゃないのよ私ですが。もういい加減にして。そうですよ、私のね、あの握手会はこの前だって全部ね押し増し使えなくなったんですからね。とりあえず剣なくなりそうなこのいっぱい取っといて、その子に1枚くらい何枚かいって早めに行けばいいかみたいなの、ダメですからね。ほら図星なんでしょう何人か。うん、でもさあれよね、握手はさめっちゃさめっちゃ人が来てくれて完売になる時とさ、そんなんじゃないけど完売になる時があるよね。わかる？
どっちにしてもさ、おしまし使えないもんね、完売になってた。たい焼きで許してじゃないのよ、嫌です。たい焼きいらないから、みんなが来てくれた方がいい。そうだから、どういう申し込み方した方がいいみたいな聞かれるときは、私はだいたいなんていうの、例えば100枚をオンライン特集どうやって分けたらいいみたいな時は、もし握手で100枚来てくださるんだったら、まあみんなのね、みんなの好きに申し込んでほしいんですけど、来てくれるのはみんなだから、とても握手だったらまんべんなくで、オンラインだったらまとめてとかがやっぱね、まとめてじゃなくてもいいんだけど、まあみんなそれぞれのね申し込み方があると思うけど、ちょっと待ってね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ごめんごめん。このね、埼玉名物のやわらかっていう、このこれ本当に美味しいの、このクッキー、これ本当に大好き。クッキーなのかな、ちょっと今ごめんね、お待たせしました、これいただきます。そう、柔らか、え、なんかそう、これはーちゃんの総合会で配られたんでしょ、全員に、すごい。おしめの卒業以来久しぶりに握手投げるか、うん、来て、嬉しい。うん、どんな味？うん、これはプレーン。どんな味なんだろう。うん、あ、わかりやすく言うならカントリーマームの、カントリーマームのチョコ抜きをペシャーンってした感じ。わかる？カントリーマームの
チョコを抜いたのをプヤンってパーンってプヤンって、うん、やった感じかな。え、なんで？めっちゃわかりやすいやん。そうだよ、いい？カントリーママあるでしょ、ほろってほろってなるさ。カントリーママあるでしょ、カントリーママのチョコを抜きました。それをピシャンってこうやってやってはいってできたのが柔らか、伝わった？こねてる、やばい。ボロボロになった今のね。あ、そうそう、クッキー、え、めっちゃわかるよ、ほんと？うん、結果言ってること同じじゃん。バイタ、次カントリーマムチェキにするね。分かった、楽しみにしてる。なんかさ、みんながチェキ、え、全然ね、あの、嬉しいですよ、写真撮れるのが嬉しいんですけど、なんかみんなチェキおもろいこと考えてくる人がさ増えてきてさ、おもろいんですけど。私やっぱここのさ、なんか余白、なんか顔の余白が増えたんですよ。まあ太ったってことなんですけど、はっきりと言うとね、はっきりと言うと太ったってことなんですけど、顔の余白が増えたの。こんくらい、いやだー。いやだー、顔の余白が増えたんです。ここ今はこれ多分ショールームの加工がついてるけど、ここがね、ここが嫌なんですよ。ここが本当にもうバカなくなれ。おもろいこと考えられないからチェキ取れない？え、普通にチェキ取れるだけで嬉しい、私は。みんなと、てかあの、無駄ね、無駄遣いじゃなくて制限してやった方がいいですよ、皆さんね。はじめましての人がピンポン来たりする。今日とかそうだった、お昼そうだった。加工否定派です。ダメ加工、そんなのアイドルに無理だよ、求めても。みんなアプリ使ってるんだもん。加工してない顔はステージとかで見ればいいのさね。加工じゃない、メイク、メイク、そう、メイクです。女の子に加工するのは無理なんです。それはもうメイクだから、メイクのうちの一つです。ノーマルカメラ、今日の X に載ってるさ、集合写真とか普通にノーマルカメラで撮ってるやつじゃない？あ、ショールームの加工機能、これあれですよ、肌と今何ついてるんだろう、私もよく分かってないんだよね、これ何ついてるか。あ、肌とお目目と瞳、なんか瞳キラキラってなるやつと、他はついてませんね。あとここがキュッてなるやつ。でもほんとそんなにしてないです、別に。太ったように見えない。オンライン加工できない、オンラインお話し会でしょ、できないできない。
問やけど、ナイキ派アディダス派、靴、どっちも好きです。5秒カメラ目線して、あ、そらしちゃった途中で。え、加工できるの、みんなオンラインお話し会、え、ファンの方も、私たちはできないよ加工。まあいいんだけどさ、だ別に全国放送じゃないからね。肌ね、肌ね、肌はある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 よ、それはある。そんなん加工って言いませんよ。あ、この前初めて公園行ったのですが、妻が可愛いって長友さんにハマってました。妻嬉しい、え、嬉しい、ありがとう。フィルターね、フィルターね。うさぎさん、うさぎさん、妻声可愛くてニヤニヤした、想像できる。可愛い天才アイドルだ、おい、優しい。新エリア行ってない、ディズニーシー。ズッキー行ってたよね、いいな。でわしはあの全部映画を見てからだから、まだ今ラプンツェルの途中。もう一回見たことあるけど、もう忘れちゃったんじゃないですか、映画の内容。忘れちゃったじゃないですかじゃなくて、忘れちゃったんですよ。そうだから今もう一回見てるんです。そう、遊びに来たよ、ありがとう、いらっしゃい。シーハ、迷うけど、うん、シーやらんどいい、うん、シーかな。でも乗り物ならランドの方が好きかも。うん、うん、でも、いや、うん、いえ、うん。そう、でも C はね、トイマニとかあるからね。深夜やね。配信は何時までするかまだちょっとわかんない。なんか意外と充電が、携帯の充電が持ってて、携帯の充電がもっと早くなくなると思って11時ぐらいまでのつもりになったんですけど、まだあの残り 20% ですも出ないから。そう、え、ね、知ってる、新エリアができたことによってさ、ソアリンがさね、なんかあんま並んでないで乗れるんでしょ。でさ、なんかソアリンのお姉さんがさ、ソアリンのことも忘れないでくださいみたいな言ってたらしいよ。そう、ソアリン大好き。23時59?うーん、そんなにはしないけど、もうちょっとしようかな。ね、久しぶりの配信だし、最後にやったのは、公演終わりにやった。
った時だ。明日どんな髪型するの？明日ね、悩んでるけど、髪、私の明日つける髪飾り的にこういう大きめ系のやつなんですよそうだからね、限られるなと思って髪型が。でもどうしようかな、悩み中なんです、髪型。でもね、そうツインテールに合わない髪飾りかもしれないんですよね。だからポニーとかハーフアップとかサイドとかそっち系になる気がする。わかんないけどあーもういたいたいた今日の夜の髪型これでしょ、これね、かわいいよね、私も好き。初めてやった。あやみんいる公園全然当たらなくて大涙。なんで会いたいよね。何でも来いか、何でも OK。久しぶりのフェス。ポニーテールね、好きです。でも最近はそうストレートにハマってて、ハマっててっていうか、なんかいいなって、久しぶりにやるといいなって思って、そう明日は明日は6人なので、割と上下もどっちも行くけど、どっち上手か下手かどっちかにしてって、どっちかって言われたら下手の方が多いかな。でも多いとかいうレベルじゃないくらい、もうどっちでも一緒かも、うん、そうなんですよ。明日は6人公演なんです。公演じゃない、6人なんです。そう、うん、真ん中も、うん、てかそんななんか外の番号いかないんだけどさ、いや、わかんない、まだ立ち位置とか全然見てないんだけど、そんなに外の番号いかないんだけど、あんまり横広くないのかな、どうなんだろう。私さ、その体調不良で休んでさ、リハに出れなかったの、このアップティーのリハに出れなかったからさ、そう昨日やったアップティーの練習、体調が戻ってきて昨日やったアップティーの練習して、明日もツインのイラストのネームボード持ってくる、ありがとう、嬉しい。楽しんできてね、ありがとう。ファンミーティングで旅行行くみたいな、かやみちゃんはいつかする予定ある？ファンミしたいって話してるんですけど、7月末はどうだろうね、厳しいかもねっていう感じで、やるとしても8月頭かな。でもファンミの撮影がまた近々あるので、今日の愛しさのディフェンス少しソフトに踊ってました。すごいすごいね、よくわかったね、特に夜がそうだったかも最近のディフェンスは
あの強弱をつけることを意識してたんですよ。やっぱディフェンスの強い女性の部分と弱い女性の部分を出せるように強弱をつけたんですけど、強弱をつけるっていうよりかはなんか強く見せたいところをより強く見せるためにその前にちょっと弱めるみたいなやってたんですけど、今日の夜はなんか全体的に弱めだったかも。すごいよくわかったね。ディフェンスむずい。ディフェンスほんと難しい。あれどうしよう。てかさ、アイドルもディフェンスもさ、どっちもさ長いしさ、割と疲れる系のユニットだからさ、もう息ハーハーしちゃう。いつも帰ってきたらハーハーってなっちゃう。でもやっぱ僕隊ですよね。ディフェンスのサビの腕下げる時、頭の上回すようになったのいつから。え、あれは誰だっけな、ユーイリさんがなんかそういう振りやってる気がして、振りやっててのを見て真似してるね。なんですごい、みんな何でも分かるね。すごい。でもぶっちゃけ何が正解か分かんないんですよ、振り。もうそもそもみんなで合わせるとかもないじゃないですか。僕隊ってやっぱみんなそれぞれが自分で覚えて、最初のメンバーの映像を見て覚えてみたいな感じだから、私も先輩方のに合わせたりするけど、やっぱ先輩方によっても違うしみたいな。そうだから、なんかいいな、素敵だなって思うとこう真似したりとか。そうそう。でもやっぱ僕隊っていいですよねって思うんだけど、どうかな。やっぱ好き僕隊。やっぱね、楽しいよね、すごく。だから16人公演もさ、もっともっとね客席を盛り上げて、まだやっぱ探り探りな感じがあるからさ、難しいよね。副隊こそ完成された公演って感じする。うん。そうだね、先輩の振りを見て覚え、うん、そうかも。まだ一回も入ったことないねん、16人。え、そうなんだ。16人公演はね、そう、なんか表現って感じ。表現の公演。僕隊は中毒性がある。わかる。僕隊は16人でね、ね、なんかそんな話上がってたんだけどさ、気づいたらね、難しいものがあるのかな、どうなんだろう、分かんないけど、でもできないことはないよね。公演リセット公演またしたいな。やっぱリセットしてリセット公演やりたくなっちゃったの。ねえ、4年もやってたのか。4年もやったんだ。4年もやったけどやりたい。あやみん、僕隊だとやってないユニット、やってないのは日暮さんと
木樹里だ。どっちもやってみたい。リセットの2回転はできます。綺麗かどうかはちょっと置いといて、一応2回転はできるようになりました。研究生の時めっちゃ練習した。意味わかんないぐらい。ナーナさんとかが2回転のやり方とか教えてくださった気がする。楽しかったな。戻りたいな、戻りたいな、戻ってみたいな。確かに、かなちゃんね、サイン書きに呼ぼっかな。サイン書きに来てよって。リセット声の悩み気になり始めた。嬉しい。2セットの時から見つけたかった。ありがとね。パジャドラいいね。パジャドラも好きです。パジャドラいいよね。中盤が好きかな。オープニングも好きだけど。逆上がりとかやってみたい。やっぱ逆上がりとか MT とか富山さん公演もやってみたいな。私って何公演が似合いそうですか。恋愛禁止条例もねやってみたい。恋愛禁止条例は恋愛禁止条例をやってみたい。あのユニットをね。レッツゴーね。ショーは終わらないできて嬉しかった。てかショーは終わらないの。ショーは終わらないの裏話じゃないけど、あのメグさんの時にさ、ショーは終わらないやって、あの衣装も着せていただいたんですけど、あの私帽子担当のメンバーが何人かいて、私帽子の人だったんですけど、なんとね小島春菜さんの帽子だったんですよ。で小島春菜さんはちょっとみんなと形が違うらしくて、なんと私はその形が違う帽子ハットを被らせてもらいました。めっちゃ嬉しかった。そう小島さんだけはなんかこの形こっちの形にしたいみたいな言って、小島さんだけ形が変わったらしい。そう、さえちゃん初日なんだ明日。覚えてるよ自分の初日、めっちゃ緊張した。マジで緊張したの覚えてる。結構久々にあんな緊張したってぐらい緊張した。やっぱ自分でさ覚えて出るのって研究生ぶりとかだったかな。まるまる一公演出て覚えるって自分で、そうだからめっちゃ緊張した。この間のお礼言いたくて月末のオンライン撮りました。嬉しい、ありがとう、楽しみにしてる。そっかもう今月末なのかオンライン。やば、なんか変な感じ。楽しみ。今月末なんだね。
お、明日のアップティーまゆみちゃん見に行きます、嬉しい、楽しみにしてるね。アップティーってさ、持ち時間何分くらいなんだろう、20分くらい、30分くらいかな。30分か。最近はバレエやってますよね。野球もやってるし、サッカーもやってるし、私はスポーツ見るのがとにかく大好きなので嬉しい。30分とコラボ企画15分、あ、なるほどね。遅い時間だよね、確かした、結構だって集合時間が遅いもん本当にこうそっからメイクしてやるのってぐらい遅い集合時間そう、AKB 一番最後です。今日のバレエね、間に合わなくて見れなかったんです。でもあれですよね、TVer か Unext だっけ、なんかで見れるんだよね。でも明日のバレエはもう録画しました次は18日かな、公演。プロレス今全然終えてないんですよね。オリンピック出場決まっても見るくらい好きなんですね。そうですね、 U-NEXT とか無料登録しないと、じゃあ見たい。でもハイライトはちょっと見ました、 TVer。まだ11時って嬉しいね。まだ11時なんだね。いつもは公演もうちょっと遅いからさ、終わるの。まだ11時って感じ。女子バレーで注目してる選手は誰？でもやっぱ古賀選手とかが好きですけど。注目してる選手、林瑠奈選手？確か同じぐらいの学年で、そう、すごいすごいんですよ、スパイクとかに、ね、かっこよくて「こんちくわこんちくわ」今度長友弟と J リーグトークしたいから個人イベントに呼んでウケる。弟ね、サッカー詳しい。お、すっごい久しぶりに、え、嬉しい、久しぶり。スポーツっていいですよね、スポーツ好きなんです。弟が好きなチームは浦和レッズさんです。が好き、よくパソコンで見てる、なんとかなんとかっていうアプリでダゾーンだ、ダゾーン。卓球も見ます、やってる時は。詳しかったりはしないんですけど広く浅くって感じかな。こんばんはこんばんは、こんばんはこんばんは、こんばんはこんばんはこんばんは。マリノスじゃない、
け寄っかかりたい。フロンターレ、川崎フロンターレ。弟くんは埼玉スタジアム行ったことある？行ったことある？試合とか見に行って、最近は行ってないけど。ちょっとだけさ、コロンってしたくなっちゃった。俺に4日勝っていいよ、頼む。肩貸してくれるの？ね、携帯の充電持ちいいね。シナあと何パーなんだろう。えい。あ、でもまだ平気そうだよ。まだまだね、予想は26ぐらいある26ぐらいあります。ちょっとだけ眠いかな。けどまだこの後お風呂も入んないとだからね。今日何時に寝れるかな。でも1時半とかには寝たいかな。あ、そうですそうです、ジャカルタ行かせていただきます。嬉しい。ズッキー、まなかちゃん、レミタン、まほちゃん、ゆいりさんと6人で。ねえねえ、ハルフォンさんに観光案内とか頼めそうですか？それ頼めないけど、でも教えて教えていただけるならね、ぜひここ行った方がいいよとか知りたいですね。マロンおとなしいって思うじゃん。超可愛いから見る今。マジで可愛い、マジで可愛い、マジで可愛い。けど私が動いたらさ、マロン目覚ましちゃいそう。ちょっと待って。見て、みんな見て。なんかついてる白いのが。はい、おしまい。ドラえもんがひっくり返ってた。おねむみたい。今日昼間さ、ママといっぱい遊んだらしいの。やばくなかった？途中のこっち見る顔。さすがにかわいすぎるって。みんなごめんよ、こっちで我慢してくれ。かわいい。なんなってる。
19期ちゃんで仲良くなれた子、でもまだ仲良くなるとかほど喋ったりしてないけど、でもみんなみんないい子たちで気になる、気になります。19期ちゃんで気になる子、全員かわいい、全員かわいいけど、全員かわいいです18期ちゃんだと誰と仲良くなったとかある、やっぱユナーズちゃんかな。ウインクください。あやみん呼びする後輩ちゃんはもう真帆ちゃんだけになっちゃいました。ドラさんがね、みんなあやみんとかあやみんちゃんって呼んでくれてたんだけど、みんないなくなっちゃったからね。めいめいは先輩全員に大好きですと言ってますはい、そんな感じする。どんなとこも可愛いね。あやみんって呼ぶのはさすがに難しいと思うけど、長友さんはねちょっと距離感じちゃうから全然下の名前あやみんで全然大丈夫。可愛い。伊藤桃ちゃん、あの星屑テレパスのなんか予告みたいなの載ってたじゃないですか。めちゃくちゃ演技上手でびっくりしちゃった。なんかスッとセリフが入ってくる感じ、なんかもういとももちゃんじゃなくなってたっていう、なんかなんていうの、いとももちゃんじゃない感じがした。え、なんていうの、わかります、めちゃ上手ね、上手っていうのがこの素人でも分かった顔かわいいよね本当にね。そうそう、もともと演技やってたんだよね。まず自分が先輩を呼び捨てやちゃん呼びしないと、いい加減タメや年下にはなるちゃんゆいゆい呼び、いやできないですよ。そうじゃないです、 AKB は、AKB は入った順、年じゃなくて入った順なので、いや呼んでいいよって言われたらね呼んだりとかするけど。19期のただれん入ったけど、いとももちゃんすでに完成されててビビった。いやそうよね、顔完成しすぎじゃない、だから19期ちゃんみんな可愛いんですよ、本当に本当に全員可愛いの、すごい、誰見ても可愛いってなる。サリーちゃん13歳とは思えない、わかる、サリーちゃんかわいいよね、サリーちゃん推しかわいい目移りしないようにキリ、そうだよ、ダメだよみんな、かわいいからね、かわいいから好きになっちゃうかもしれないけど、え、サリーちゃんめっちゃ顔可愛くない？顔好きなんですけど、え、みんな違うタイプの可愛さ、なんかわかりますか？みんなそのタイプ、系統の可愛い代表が集まってるみたいな感じじゃない？というわけは先輩に呼び方とかガチガチすぎる気がする。え、そんなことないですよ、今の後輩ちゃんの方がすごい、今の後輩ちゃんはさ
なんていうの、なんか変わった携帯とかさ、そういう楽屋のルールとかは昔の方がめっちゃ厳しかったんだけど、呼び方のルールみたいな、私たちの時は名字にさん付けしなきゃいけないみたいのはなかったかも。それはなかった気がする、うん、でも今はさ、なんかそう、なんか見、なんかで見た気がする。いいよって言われるまでは名字にさん付けみたいな。うん、かわゆいちゃんね、かわいいよね。そう、今の子はそう DVD プレイヤーじゃないんですよ。携帯がね、私たちは使えなかったので、もう重たい DVD プレイヤーを担いでたんですけど、16期までと17期までのルールでまた変わった感じがする。そうだね、割と10、うん、16期の先輩が怖すぎたから、いやそんなことなく、普通に AKB のルールとしてというか、もうなんかなんていうの、そういう芸能界のルールじゃないけど、 AKB のルールとしてずっとなんかもう伝統みたいな感じじゃないですか。研究生は髪型変えれないとか、携帯使えないとか。だから先輩が写真撮ってくれるのとかめっちゃ嬉しかったです。携帯使えなかったからね。だからさ、真帆ちゃんのあの話がめっちゃ好きなんだけど、どうしてもじゃどうしても写真撮りたい以上があって、トイレで隠れて撮ったみたいなおもろすぎる。なんかそれをあのさよならモーリさんかなんかで話しててめっちゃおもろい。そうでも16期だけじゃないですよ、携帯使えなかったのは。普通にそういう、もうずっとそう、15期さんとかもそうだし、ドラニさんとかもそうだったし、そう、めっちゃおもろくないですか。あ、そうそう、個人 SNS もできなかった。まあでもね、その時その時にあったあれがありますからね。はい、16期コンとか K のツアー覚えてるよ。覚えてる覚えてる、めっちゃ懐かしい、楽しかったな。楽しかったなね。私がさ、昇格したての時の、 あの研究生コンサートにも出ないといけないし、チーム昇格したからチームのコンサートにも出るみたいな時が一番大変だったけど、めっちゃやりがい感じましたね。あの時は達成感がすごかった。今でこそさ、2つのコンサートを覚えるとかやってるけど、あの時は昇格したてだったし、2つのコンサート覚えるとかしてなかったから、ましてやチーム系のコンサートとか激ムズだったんですよダンスナンバーしかないみたいな。そう、つまり今の研究生は16期とドラさんに足向けて寝られないということ。え何の話そんなことないですよ。あ、そうそう、真帆ちゃんと仲良くなった。末永のゆずきちゃん元気かな、会いたい、元気してるかな。最後に会ったのいつだろう、会いたいな。懐かしい、そんな時代もありましたね。こんばんは、こんばんは。ジロケのコンサートたまに DVD 見るよ。嬉しい。
ないでほしくもあるけど私がまだね難しい。やばい、もう11時半なんだ。そろそろ終わらないと。ナミと会ってないです。最後に会ったのいつだろう。なんかナミが荷物取りに来てた時が最後かな。めっちゃ前だけどね。16期でツアーなんてもうそんなんできたらやばい。ズンちゃんたちと連絡取ってる？はーちゃんとは連絡取ってる。会おうって行く前に会おうっていう話してて、ズンちゃんもこの前 LINE で喋ったよ。かなちゃんはね会えてないんですよね。かなちゃんとも LINE で喋ってるって感じだけど会えてない。あー、だってそろそろ終わらないとかも。ちょっと待ってね、そろそろ終わりますね。あね、寂しくなっちゃうよね、みなみも卒業したら完全に目覚めちゃった。そろそろ、でもいっぱい久しぶりできてよかったです。あ、違う、おやじめた。でもずっと今日寝てたからね、マロ。いや、撮ったから大丈夫。撮ったよ。家族が帰ってきて吠え始めちゃった。そろそろ終わりたいと思いますので、ランキングから読もうかな。とりあえずランキング読んでスクショタイムしますね。13位オペラさん、12位島根のチーヤン、16期推しさん、12位も11位も同じ人だ。え、まだ10位まで同じ人がいるんだけど、ありがとう。9位よしこちゃん、8位ゆたかさん、7位りょうたさん、6位てるてる坊主さん、5位そらまりさん、今夜ありがとう、こちらこそありがとう。4位たけ、3位とめさん、2位しほちゃん、1位たかの守護神さんです。ありがとうございます。ありがとうね外髪にするよ。ありがとう、こちらこそ配信ありがとうございました外カメにするよ本当にキモい、ね、お疲れ様でした、ありがとうございます。明日はフェスなので ね、声入るからやめて。本当に明日はフェスなので皆さんよろしくお願いします。ゆっくり喉休めてる、ありがとう。喉大事に、ありがとうね、2回公演ありがとうございました。フェス、え、なんか久しぶりのフェスでさ、フェスってどういう感じだっけお疲れ様でした、ありがとう、みんなもありがとう。また明日、あ、スクショタイム、確かにスクショタイムして終わろう。よし、スクショタイムします。なんかやってほしいポーズだったら送ってください。ニコ、ハート、
終わりますね。アプティ。文字が硬くなった。やめて。よし。では本当に終わります。ほうずえ。ほうずえってこうか。ワンコポーズ。ありがとう。本当にありがとうございました。では終わりたいと思います。もしスクショ、もしスクショじゃない。間違えた。言う言葉間違えた。じゃあね、ありがとうございました。なんかいっぱい SNS が見ますね。あのそうだ、いいねがね表示されなくなったから。みんなじゃあね、久しぶりに公園出れて嬉しかったです。ありがとう。咳しちゃってごめんね。みんなもお大事にしてください。大事にしてください。気をつけてください、体調。またね、ありがとね。バイバーイ。